プライバシー影響評価とは、個人情報の収集を伴う情報システムの企画、構築、改修にあたり、情報提供者のプライバシーへの影響を事前に評価し、情報システムの構築、運用を適正に行うことを促す一連のプロセスを言う。設計段階からプライバシー保護策を織り込むことにより、公共の利益と、 個人の権利を両立させることを目的に実施される。また、PIA を実施することにより、情報システム稼働後のプライバシーリスクを最小限に抑えることができ、回収とそれに伴う追加費用の発生の予防にもなる。PIA は、国際標準会委員会 ISOTC68 において2008年4月に ISO22307 として、 標準ドキュメントが発行された。PIA のフレームワーク PIA のフレームワークは図に示すように3つの機能から構成される。プライバシーフレームワークは法的側面、プライバシーアセスメントは運用上の側面、プライバシーアーキテクチャーは技術的な側面を表す。PIA 公表による効果情報システムを構築する際、事前に個人情報、 プライバシーに関わるリスクを関係者で検討し対処する必要がある。リスクコミュニケーションにより、減損するリスクの正確な情報を関係者間で共有し、相互に意思疎通を図り、合意形成を行うことができる。PIA を実施し、その報告書を公表することは、情報システムの稼働によって発生する影響をステークホルダー間で共有し、 相互の利害関係を調整するリスクコミュニケーション手段といえる。プライバシー権の議論には、対別して2種類ある。すなわち、伝統プライバシー権と現代的プライバシー権の2種類である。伝統的プライバシー権は、主として、不法行為によって、個人の平和や平穏が乱されることに対する個人の不可侵権である、一人にして置かれる権利として主張されており、 19世紀後半から議論が始まった。マスメディアプライバシーとも称され、個人の生活を公開されない権利として認識されることが多い。一方、1960年代頃になると、情報技術の発展により、コンピュータで大量の個人データが扱われるようになり、新たなプライバシー問題への関心、すなわち、現代的プライバシー権の議論が始まった。 現代的プライバシー権とは、事故に関する情報の流れをコントロールする権利として、プライバシー権を捉えるものであり、情報技術が発展し、個人に関するデータが大量に処理される今日において、通説的な理解となっている。プライバシー保護の必要性が高まる中、そのリスクの事前評価に対する重要性が認識されるようになり、1990年代半ばから、 英国法に由来するコモンローの影響を受けた、カナダ、ニュージーランド、オーストラリアなどで議論されるようになった。ロジャー・クラークラによる、A History of Privacy Impact a s s e s s m e n t によれば、PIA 手法は、環境影響評価と呼ばれる、環境保全に関する事前評価手法や、米国連邦議会技術評価局で実施されてきた、技術評価などをもとに考えられたものであるとしている。 当初は、プライバシーコミッショナーやコンサルタント、学者などの間で、議論されていたが、その後、行政機関においても議論が急速に拡大し、PIA 実施のためのガイドライン等が整備された。カナダのオンタリオ州では、1998年、新規の情報システムプロジェクトの認可において、PIA の実施報告が必要となったほか、1999年には、 アルバータ州の健康情報公開法で公共機関の健康医療分野において PIA の実施を課した。また、連邦政府ではプロジェクトの予算認可の条件として PIA の実施が義務付けられハードローを保管する形で実施されている。オーストラリアでは行政機関及び民間企業ともに PIA の実施は義務付けられてはいないが、 1987年の国民 ID カード導入を契機に、1988年に連邦プライバシー法が成立し、プライバシーに対する意識が向上されている。PIA の実施例としては、1990年に政府が導入したデータマッチングプログラムに対する PIA 実施を、端緒として民間部門を含む数多くの実施例がある。その他、 ニュージーランドでは1996年から97年にかけて運転免許制度における国民の懸念に対し PIA を奨励する政策を取った事例があるほか香港においても2000年に香港行政特別区の ID カードシステム導入計画において PIA が実施されている米国では2001年の同時多発テロを契機として2004年から 出入国にあたり渡航者の指紋及び顔写真のデータの登録を義務付ける US ビジットプログラムが開始された。本プログラムに対しては2002年に成立した電子政府法及び国家安全保障法を根拠として PIA が実施された。また、米国では PIA に関する国内規格を成立させ ISO へ 国際標準化の提案を行った。ANSI-XQX9.99 から2004プライバシーインパクトアセスメントスタンダードは ISOTC68 で標準化作業を行い、2008年4月に ISO22307-2008 ターゲッツセーフガーディングプライバシーオブファイナンシャルデータインコンピューターシステムズとして国際企画として発行された。 ISO 22307は国際標準化機構 ISO が発行したプライバシー影響評価に関する国際企画である。サブタイトルはファイナンシャルサービスプライバシーインパクトアセスメントであり金融サービスを行う企業が顧客や取引先などの財務データの処理にかかるプライバシー事項の特定及びリスクに対処するための方法論が定義されている。 しかし、口述の通り、本標準の内容は金融関連サービスに特化したものではなく、民間部門及び公的部門を問わず様々な分野に適用可能なものとなっている。また、要求仕様は、各国の法体系や社会制度に依存しない最大公約数的な内容である。例えば、実施体制は国によって多様であるが、本国際企画では、 具体的な内容には言及せず、代わりに公共的で独立した検知という記述に留めている。ISO22307 はシステム開発の初期段階で実施すべき p i a について記述されており、PIA プロセスの要求事項として以下の6つが提示されている。具体的な PIA プロセスの要求事項の中では、PIA 計画のスコープや、 報告文書の作成のための指針に加え、関連する法令、規則、標準や、プライバシーポリシー等への適合、個人情報に関する基地のリスク等にも触れられており、プライバシーに資する最適な選択肢や、解決手法が提供されている。なお、効果的に活用すれば、プライバシーに関するリスクの特定や、その軽減のためのツールにもなり得るものとなっている。その他、 ISO 22307の特徴は以下の3点である。プライバシー影響評価の実施には手順と体制の2点が必要となる。具体的には実施手順においては PIA のプロセスを具体的に示す法令またはガイドラインが必要となり、また実施体制においては PIA 結果に対して中立的で専門的な評価を行う。 第三者機関の整備が必要となる。PIA ガイドラインとは、PIA の実施手順や、実施体制を具体的に記述したものである。現在、PIA の実施を法律で義務付けているのは、米国のみであり、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドにおいては、ソフトローに相当するガイドラインで実施を推奨している。これらの国々では、歴史的経緯から、 英国法に由来するンローを採用しており、制定法によらず PIA を発展させてきた結果、このような制度となっている。各国共通の PIA ガイドラインは存在せず、各国の行政機関やプライバシーに関する独立した第三者機関が、各国事情に応じたガイドラインを公表している。今後は、各国で ISO22307 の要求事項に、 準拠したガイドラインの作成が必要となる。ISO 22307に記載されている要求事項をもとに作成した PIA ガイドラインの例を紹介する。PIA 報告書の様式は組織によりカスタマイズが可能だが最低限以下の項目についての記載が必要である。実施体制については ISO 22307では 独立した公共的な検知の必要性を挙げている。PIA の実施体制は各国によって様々であるが、独立した公共的な検知として中立的な評価を行う第三者機関が複数の国で設置されている。カナダ、オーストラリア、ニュージーランドではプライバシーコミッショナーがその役割を担っており、PIA 実施についてのアドバイスや報告書の受領。 とを行っている一方、米国の政府機関では、組織内に CEPO 職を設置する動きが広がっており、国土安全保障省においては、国土安全保障法によって、CEPO の設置を義務づけている。カナダでは、PIA 実施に関する法令は存在しないが、行政機関においては、予算承認プロセスの中に、PIA の実施が組み込まれており、事実上、 その実施が義務化されている。ガイドラインについては、トレジャリーボードが発行するほか、州単位で発行するものも存在する。PIA の実施は、評価対象となるシステムを構築、改修する組織及び機関によって行われ、それに対し、連邦政府や州のプライバシーコミッショナーが、第三者機関として助言を行う。PIA 終了後、 プライバシーコミッショナーは、実施機関からの報告書の開封を受け、国民のプライバシー権を監督、擁護する立場から、その要約を公開している。なお、PIA 報告書の承認自体は、PIA 実施組織の責任者により行われる。行政機関での事例としては、入国安全管理局や王立基場警察のシステム更新時の実施があり、また、民間部門では、 カナダヘルスインフォレー社などの実施報告がウェブサイトで公開されている。オーストラリアでは PIA はガイドラインにより行政機関及び民間企業の双方に対して実施することが推奨されている。第三者機関については連邦プライバシー法によってプライバシーコミッショナー制度が導入されており連邦政府及び 各州政府の双方にプライバシーコミッショナーが存在する。ガイドラインはプライバシーコミッショナーが策定し発行を行っており、また行政機関の PIA 報告は公開が義務付けられている。行政機関での実施例としては、連邦政府の司法省の文書検証サービスや海運及び航空輸送従事者チェックサービス、また 財務管理省政府情報管理局のプッキー、フレームワークなどがある。民間企業では、メルボルンの電子チケットシステムなどの実施例がある。行政機関のシステムについては、電子政府法208条の規定によって、PIA 実施が義務付けられている。PIA は、該当行政機関が実施し、その結果を PIA 報告書としてまとめる。同報告書は、 予算執行プロセスの一環で、行政管理予算局長官によるチェックが義務付けられており、同長官は PIA 報告書を精査し、予算執行の認否を行う。なお、国土安全保障省においては、前述の通り省内独立機関としてのチーフプライバシーオフィサーの設置が義務付けられており、同省のシステムに関する PIA 報告書に対しては、 CPO が助言及び署名をすることとなっている。米国における PIA 実施の代表例として US ビジットがある。以下 US ビジットについて解説する。米国では2001年の同時多発テロ発生以降出入国セキュリティ強化を規定した米国パトリオット法の発行などテロリストの入国阻止を目的とした法改正が行われ、 これらを受け、2003年には DHS 設置等の組織強化が行われたほか、2004年には出入国時にバイオメトリクスを用いた個人認証を行うための US ビジットプログラムが開始された。US ビジットはバイオメトリクスを含む多くの個人情報を収集し、これら情報を DHS 内部及び外部で共有することからアメリカの電子政府法、 第208条により PIA の実施が義務付けられた。US ビジットにおける PIA 報告書はインターネットで公開されており PIA 実施の結果として蓄積される個人情報に対するプライバシー保護に関する対策を立案し実施することで利用者のプライバシーは守ることとしている。以下の表に政府機関に対する各国の PIA の 実施状況をまとめる。現在、日本では、PIA の施行はあるものの正式な実施例はない。PIA の調査を最初に実施したのは、総務省研究会であり、カナダの中心に調査分析した、チンダルレポートが発行されている。施行例としては、公立大学法人首都大学東京産業技術、大学院大学が実施した年度法務省。 入国管理システム2.2009年度民間企業による認証サービスシステム及び及び産産業技術大学院大学で研究開発されたドライブライブビデオシステムである。同大学院では2007年度開催の産学戦略的研究フォーラムにおいて海外における PIA の実施調査及び日本における PIA 実施の際の課題に関する調査研究を行い、これら成果は書籍として発行している。また、同大学院の瀬戸陽一教授のページでは、PIA ハンドブック、PIA ガイドラインとともに、PIA 実施報告書を公開しているに含まれる。日本で PIA を実施するには、ISO22307 を、 要求事項とし、ハンドブック及びガイドラインの整備が必要である。また、PIA の実施を公的に明確にするための仕組みと、PIA の結果を情報提供者の立場に立って、その内容を中立的、専門的にコミットメントする組織も必要である。米国政府が構築するシステムに関しては、法律により予算措置とリンクして、PIA の実施が義務付けられている。 また、国土安全保障省では、専門的な組織として、チーフプライバシーオフィサーの設置が義務付けられている。また、カナダ及びオーストラリアでは、PIA を実施する、社会体制ができている。すなわち、中立的、専門的組織として、プライバシーコミッショナー制度が整備されており、プライバシーコミッショナーはガイドラインを発行するなどして、 PIA の実施を推奨している。日本では、ハンドブック、ガイドラインで、PIA 実施の体制と手順を明確にする。行政が構築するシステムに関しては、条例などで、PIA 実施を義務付ける。組織内に、中立的、専門的な組織を明確に設けるとともに、組織外の中立的組織を活用する。といった対策が必要である。 冒頭で述べた通り、PIA とは、個人情報の収集を伴う情報システムの導入、等における、プライバシーに関する影響の事前評価プロセスである、ことから、個人情報保護に関連して構築された制度は、PIA と関連するものということができる。ある時には、プライバシーマーク制度やイズムス適合性評価制度があるほか、個人情報の保護に関する、 包括的な法令である個人情報保護法制がある。P マーク制度は事業者が個人情報の取り扱いを適切に行う体制等を整備していることを認定するものである一方、イズムス制度は情報セキュリティに関し組織のマネジメントとして自らのリスクアセスメントにより必要なセキュリティレベルを決め計画に従いシステム運用時に イズムスが確立されていることを評価する制度である。また、個人情報保護法制は、民間部門及び公的部門を対象とした法律があり、いずれも、個人の権利利益の保護を目的として、利用目的の特定や、適正な取得といった、個人情報を取り扱う上でのルールを定めている。いずれの制度も、システム開発後における事業者、 または組織の運用体制に対する評価制度、あるいは法制度であり、この点がシステム開発前においてシステムそのものに対して評価を行う PIA とは大きく異なる特徴と言える。システムライフサイクルを考慮すれば、開発段階で PIA を実施し、その後の運用段階で p m a ク制度やイズムス制度を活用することにより、 各制度の特徴を補完することができる。このため、より効果的なプライバシー保護策を実施することができる。個人情報保護法制と PIA との関係については、次の点を指摘することができる。すなわち、民間部門を対象とした個人情報保護法では、5000人を超える個人情報を事業に利用する事業者に対してのみ、 個人情報を取り扱う上での義務を定めており、また、保護対象も個人の識別が可能な情報のみに限定している。しかしながら、実社会において個人の識別が可能でない情報であっても他人に知られたくないプライバシー情報は数多く存在するものであり、また、かかるプライバシー情報を含めた情報の漏洩がひとたび発生した場合、 個人情報取扱事業者かどうかに関係なく、被害者は、損害賠償請求訴訟を起こすことが考えられる。つまり、個人情報保護法を遵守していれば、リスクが回避されるものでもなく、この点で、より広範に、かつ、より深く、プライバシーに関する影響評価が可能な PIA を、実施することは、リスク回避において有効である。ありがとうございます。